さあ今回はですね、私山本山武でちょっと対決しようかなと、1対1で。わお。で、まあ、ちょっとこれほんまにあらかじめ言うねんけど、マジでドッキリじゃないこれは。わかりました。わかりましたで、ね、スッとくんねんなそれ。いやけど、まあ言うてここには載ってないけど、さっきも言ってたから、まあ本当かな。言わんでええねんお前、そんな裏の話を。言わんでええねん。でまあ、私腕前 X なんですよ。まあ、ちょっとね、現役バリバリでやってた時よりかはちょっとその下手になってるけど、まあなりのね腕前 X なんですよ。けどまあ山武ってまだ B なんで、まあ、ほぼ初心者みたいな感じなんですよね、レベル的にはね。まあね。でそのまま戦ったらやっぱ、私が勝っちゃうじゃないですか。はい。なので今回私、めっちゃ目悪いんですけど、裸眼でやろうかなと。マジで。うん。でそれで5ルール対決してみて、トントンくらいなるんじゃん。はい、うん、見えへんかったら俺勝てるんちゃうかな。うん、ちょっとやってみようか。さあ1試合目縄張り。まあ縄張りはないけど、オブジェクトがないから、なんとなく見えてなくてもいける気する。ああ、まあまあそうやな、うん、周り塗ればいいしな。だけどね、これ動画見てるみんなは、まあ、はっきりした画面で見えてるわけやん。うん、だからちょっとなんか編集でちょっと今一瞬ぼかしてみろ。こんな感じでやってます今。うん、すごい。あー、見えないね。あ、ちなみに画面に近づいたりとかいう違反もね、ダメなんで。あ、なるほどね。うん、だってそれさ、もうお得意のさ、ジェットパック当たらへんのじゃん。あー、そうかもな。いやけど、わからんで、けど、まあまあ見えてるで、そこそこ。ぼやけてるけど、見えはしてる。ああ、もう視界がボヤージュ。視界が合格客船。あ、いた。見えたの？ん？この辺にいたの、ね。あ、おい、うっそやー。たまたまヒット感あったわけで、今のは正直。うわー、ミスった。俺普通に対面勝てると思った今。普通にちょっと調子乗った。今けどこれほんまにガチでドッキリじゃないねんけど、視聴者の何人かは、いやいやそれでもドッキリでしょ、まだなんかあるんでしょとかって思ってそうだよね。なんかいいな。あ、うまあれ、なんか感覚でいけるな。やっぱ第六感が俺に語りかけてくるね。やば、シックスセンス。うん、どんな感じで語りかけてくんの？あんた、はよ風呂入りって言って。すごっ。やっぱ、うわっ、よっしゃー。マジか。マップ開いてもね、どこを濡れてるかね、あんま見えへんのよ。あー、なるほどね。うん、まあ、やっぱりスプラトゥーンっていうゲーム、やっぱ色が大事やんか。だからね、はいはい、視力悪くてもね、色は大体見えるから。ジェットパック打つか。やばい。ここ。ここや。ここ。よーし。あ、意外と見えるわ。これマジで。向こう。あー、見えへん。あれ。これさっきみたいにバチバチで近づいたら結構ワンチャン持ってかれるね、やっぱ一戦は。いや、おいけどちょっと活路見えた、活路見出した。あ、どんな？あー、太陽の方向に行けば勝てる。ごめん、どういう意味？さあ、2試合目歩行。まあ、はい、俺が歩行見失わんかったら勝てるんちゃう？知らんけど。もう傘やん。そうやね。ちょっと傘対面嫌やな。だからそう思って、これやなと思って。寿司やもんな。もうこれは勝てると。傘対面嫌やな。 OK！ あかん！うっそやん。回り込みながら打つ。姿を消しながら打つ。やっぱり忍者の末やから俺。しかもさ、ヤンモに傘持たれ、傘じゃねえわ。ヤンモにあれ持たれると。間違うなよ。見えてる。オッケー。これ見えてた？見えるな、これ。あ、これ普通に見えるわ。あ、これ、ごめん、動画的に思わないけど、もうノックアウトするで。ほんまに。で、わからへんで。いる。いるいる、見えてる見えてる見えてる。よーし。あれあれ、あ、俺がやられた。うん。ああ、ちょっと早い。全然勝てるわ。あ、意外と全然勝てる。うん。で、多分ホコがちょっと相性悪いね、これ。で、どういうこと？俺本当に食べ物の柿と柿食べる時ぐらいの相性悪いから、これ。柿と柿。さあ、エリア
まあエリアはね、オブジェクトが見えないとこではないから、まあその辺は安心やな、うん、いや、安心できませんよ。危ない。そうなんです、私にはこのペットがいるんでね。ボム、ちょっとちょボム音ボム子、ボム音ボム子。あーけどいけるな。ちょっと待って、やばい、マジで。ここ、そこや、ここや。よし、オッケー、いいぞ。よし、もうちょっとすいません、皆さん無言になってしまいました。何集中してって。やばい、いる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 。これ絶対でどうもやられるんじゃん、ほら。あ、話にならない、やっぱここにいんの分かってんねんけど止めなか。ごめん、俺あのカウント見えてなくて、あ、終わったんやって感じだったわ。あっけな。じゃあもうちょいハンデつけるか、どうしよう。スペシャルなし。スペシャルなし、なるほど。まあ、じゃあまあサブもスペシャルもなしぐらいでいっとく。あ、うん、いいね。メインのみ。おお、いいじゃん。いいじゃん言うな、気持ち悪い。E-J-I-N、 いいじゃん。じゃんって言うてんのはコチュジャンの時だけや。あー、そっちかー。コチュジャン美味しいじゃん。ほんまぶん殴んで、マジで。よっしゃ、ヤグラ、今回から俺はメインだけな。サブとスペシャル禁止。はい、お願いします、お願いします。ぜひぜひ。あ、それぐらいじゃ埋まらんやろ多分。あかんって、傘ちょっとね、やっぱりね、メインだけじゃ結構厳しくて。よし、なんでやん。勝てる勝てる勝てる、全然勝てる、全然勝てますよ。どうしたらいいのかな、ちょっと考えろ。正面っぽいな。いや、分からへんで。来た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 、近い近い近い。よい、当たる。これね、見えるわ全然。1、うん、なんかね、動いてんのもやっぱなんとなく見えるし、普通に当てれるな。マジかよ。ほら、え、嘘やん。ほんまやで。じゃあ、俺ちょっと待って、俺違う。違うね、違う違う、ごめん、ちょっと待って、もう一回もう一回、ちょっとちょっと俺、カプセルが見えた、カプセルが。なん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 さっきから。ちょっと、分かった、次勝てる、次勝てる。よし、最後アサリ。はい、じゃあもうあれやろ、そろそろ対策立ててきたってことや。はい、もうバッチリです。あー、プライムね。いや、そう来ると思ったよ、はい。よし、うんうん、あーもうなんちゅう声出してん、うん、あーもう入れられた。あ、けどアサリの位置もわかるな、これ見えるわ。え、おい、当たる、マジで。もうどえ、目何個ある。オッケー、あ、もうもうオッケー、もうちょっとちょっと、ちょっと、これめっちゃイラついてるやん。どうした、え、おお、ちょっと、あ、一回ちょっと牛になっとくわ。どういうこと。もうっていうだけに。いいだ、オッケー。じゃあちょっと音量ごめんなさい。大丈夫、そんな出てないから。そう、オッケー。あ、あれ一個入れたらもう満足なん、君は。その程度なんや。はぁ、山竹って実際男だよな、ね、そんな一旦ね、くんなって、くんなって。あ、壁でね、右に来たの、ね、はい、壁からスッと知らない。あ、外れた。イエーイ、めっちゃ不利でー。いやいや、ちょっとミスしただけでバカ煽るやん。
いやガチで俺今メガネ外してやってるんで、今これね、はい、動画見てる人はいやいや山さん最後にメガネかけてたとか言うんでしょとか言うと思うやん。マジでこれ今メガネかけてない。ちょっとストップして、ストップして、もうって何ストップしてって。あ、けどなんか俺一桁やなと。かもしれんね。 あと6やねあなた。あ、そうなん。じゃああと2個入れて終わりやん。こら正直者か。さあ全部やりましたよ。全ルールやって私の全勝でしたね。いやなんか山竹側からしたら俺が多分メガネつけててもつけてなかろうとそんな変わらん感じやったよ。うん、あんまりもうその差を感じない。そうやろ。まあ俺負けた理由は俺もこうメガネ取ってたから。嘘つけ。コンタクトやろ。そう、コンタクト知ってんねん全部